マンカラ。種まきのゲーム、それがマンカラ。種まき？ああ、取った石を一つずつ置いていくのね。動かす石は自分のポケットから選ぼう。6つのうちから選ぶのね。それを自分のゴールに集めていくんだ。オーケー、わかった。で、このゲーム最大のポイントは？うんうん。空きポケットに最後の石が入ったら横取りだ。相手の石が取れるんだ。どちらかのポケットから石がなくなったらゲーム終了。ゴールに石の多い方が勝ちなのね。あとはやればわかる。うん、なんかできそうな気がする。ドット&ボックス。このゲーム知ってる？え？これ何？紙とペンだけで遊べるゲーム。へえ。こうやって線を引いて四角ができたら1点。わかった。やってみよう。こうやって連続で取るのがポイントだよ。それ先言ってよ。ヨット。サイコロを使ったポーカー遊びだよ。サイコロの出目でここにある役を作るのよ。役を作った合計点を競い合うんだね。じゃあ先に私からいくよ。えいっ、1が3つ揃ったね。じゃあ1をキープして。えいっ、やった、4つ揃った。お、すごい。よーし、5つ揃えば50点のヨットだ。あー、やっぱり5つは無理か。もう振り直せないから役を決めないとね。フォーダイスの方が得点は高いけど、6のフォーダイスなら24点狙えるし、ここはエースにしておこうかな。どの役を選ぶかが勝負の決め手だね。はい、あなたの番ね。オッケー、負けないぞ。コネクト4。どっちが先に4つ並べられるかな。はい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 。やったー、リーチ。はい、僕の勝ち。あー、見逃してた。ヒット&ブロー。何してるの？隠されたピンの色を当てる推理ゲーム。へえ。ほら、ここ。
茶色のヒットピンは色も場所も当たり、うんうん、白いブローピンは色だけが当たってるって証拠なんだ。じゃあ今色は全部正解で場所が2つ違うってことね。そういうこと。赤は決まりとして、これでどうだ。あれ、何か変わったの？じゃあこれならどうだ。おかしいな。もうじれったいな。私にやらせてよ。赤は動かしたくないからこのままにして、青は下の2つのどっちかだからこっちかな。でさっきと変えたいから紫と白を入れ替えて、こういうことでしょ。もう一回。ナインメンズモリス。昔々あるところにローマ帝国がありました。ローマ帝国の偉い人は交互にピースを置き合って、ピースが3つ並ぶとこう言いました。見る。すると相手のピースが1つ消えました。どんどんピースがなくなって、とうとう相手は見るできなくなってしまいました。こうしてローマは平和になりましたとさ。めでたしめでたし。 X。道を作ろう。はーい。僕はここからあっち。私はここからこっち。競争だ。おお。あ、道塞がれた。邪魔すんなよ。そっちこそ。あと一個。あ、やばい、止めないと。やったー、私の勝ち。悔しい。チェッカー。斜めに進んで、ジャンプして取る。お、相手の駒を全部取ったら勝ちよ。端まで行ったらプロモーション。あ、王冠がついた。王冠駒は戻れるんだ。帰りたければ偉くなれ。ウサギと猟犬。
ウサギは反対側へ逃げれば勝ちで。うんうん。犬は逃げ道を塞げば勝ちなんだ。ずるい。ウサギ一匹なのに犬三匹だよ。ウサギはどこへでも動けるけど。犬は一度に一匹しか動けない。後ろにも戻れないんだ。ね、ウサギ強いだろ。犬、かわいそう。五目並べ。五目並べ、やろう。やろうやろう。じゃあ、五目並べを説明してあげようか。知ってるよ。縦、横、斜め、先に5つ並べた方が勝ちね。あ、うん、そう。説明いらない。うん、いらない。あ、そう。僕が先手ね。先手の石は黒でしょ。知ってる。あ、そう。ここだ。へい。楽しそう。ドミノ。ドミノやるよ。あれ、並べるんじゃないんだ。うん、並べるんじゃなくてつなげるんだ。やってみたい。オッケー、僕がまず置くよ。手の中にある同じ数字のパイをつなげよう。じゃあ6につながるこれかな。5に5、4に4、1に1。あれ、つながるパイがない。じゃあ新しいパイを引いてこよう。手のパイがなくなったから僕の勝ち。僕たちの負け？お、ドミノ倒し。チャイニーズチェッカー。3人で遊べるお引越しゲームだよ。お引越し？ここまで自分の駒を移動させよう。誰かの駒があれば飛び越せるんだね。飛び越せる駒があれば連続でどこまででも飛べるよ。楽しい。ぴょんぴょんぴょんでお引越し。誰が早いか、ぴょんぴょんぴょん。ルドー。ルドを始めるよ。ルド？インド生まれでイギリス育ちのスゴロクだよ。かわいいね。サイコロ振って駒を進めるんだ。同じマスに重なったら振り出しまで戻せるぞ。ひどい。ライバルの邪魔をするのも大事な戦略だよ。そっか。最初に4つの駒全部をゴールさせた人が勝ち。簡単。じゃ、やってみよう。邪魔するぞ。おいおい。バックギャモン。世界最古のスゴロクなんだって。お互い違う方向に動くんだっけ。そうそう、白はこっち向き。
黒はこっち向きだね。よし、始めよう。じゃあこの駒を3マス進めて、こっちを5マス進めよっと。来た来た、この駒を3つ進めてっと。ああ、振り出しに戻された。運だけじゃなくて戦略がものを言うのよ。リバーシ。これ知ってる。相手の駒を挟んでひっくり返すゲームだよね。うん、いつも最後にダダーって負けちゃうんだよね。それって隅っこを取られちゃうからじゃない？隅っこ？こうやって隅っこを取れば一気に大逆転できる。なるほど。よし、隅っこ取るぞ。チェス。チェスは互いのキングを取り合うゲームだよ。白が先手ね。駒は6種類、それぞれ違う動きをするんだ。ナイトだけが駒を飛び越せるのね。一度取った駒はもう使えない。そこが将棋との違いね。一番奥まで行ったポーンは強くなるよ。最弱ポーンが最強クイーンに大変身。お、あれ、言ってもいいかな？どうぞ。チェックメイト。参りました。将棋。将棋よく知らないんだよね。将棋は王様を倒す戦争よ。これが王様。周りにいるのは？これは仲間。みんないろいろな動きができるの。ふんふん。敵陣に入った仲間は強くなる。お、さらに敵を捕まえたら味方にできる。お、他の細かいことは。細かいことは何度かやってみて覚えましょう。おお、やってみるか。知れば知るほど奥深い。この将棋、これ簡単そう。それはどうかな。王手。え、そっか、盤が狭いからすぐ取られちゃうんだ。簡単そうで難しい。将棋のクライマックスをすぐ楽しめる。花札。日本の伝統的なカードゲームだ。移りゆく四季をデザインしているのね。1月は松に鶴。
2月は梅にウグイス。こんな風に1月から12月まで4枚ずつカードがある。季節にちなんだ花と動物なのね。同じ種類のカードを合わせて、いろんな役を作るゲーム。ちなみに、ちなみに12月の霧のカードには、あ、任天堂。任天堂のルーツがわかるカードゲーム、麻雀。中国数千年の歴史が生んだゲームだよ。歴史の重みを感じるね。この文字や絵が書いてあるパイを使うんだ。うんうん。14個のパイを組み合わせて役を作る。絵合わせゲームってこと？そう。作れる役はだいたい40種類くらい。うわ、そんなに覚えられない。大丈夫。おすすめの役を教えてくれる機能がついているんだ。あ、これ便利ね。役の一覧や遊び方もサポートしてくれるよ。それなら私でも遊べそうね。やってみる？そこまで言うならやってみるか。一度覚えたら絶対ハマれる奥深さ。ラストカード。このゲームは人生に似ている。え、何言ってんのこの人。時として全てを投げ出すことが必要だ。手札を早くなくしたら勝ちってことね。世間の流れに逆らったり。あ、うん。裏切りに傷ついたり。はいはい。時に立ち止まってみたり。まあねえ。そして最後は。そして最後は？ラストカード。忘れちゃいけないこのコール。ラストカード。誰？この子たち。忘れたあなたにペナルティ。ペナルティ。人生って厳しい。ブラックジャック。カードを配ります。21に近い方が勝ち。さあ勝負です。6か。21にはまだまだ。カード引きますか？引きます。ヒット。16。もう一枚ヒット。お、20。これで勝負だ。スタンド。では私のカードはブラックジャック。私の勝ちです。21を目指すゲーム、ブラックジャック。あなたの勇気が試される。テキサスポーカー。手札と場のカードを組み合わせて役を作るポーカーだよ。ポーカー、大人の遊びね。欧米では最もポピュラーな遊び方なんだって。へえ、そうなんだ。
同じ数字が2枚。ワンペアか。私、何にも揃ってない。自分の手を教えちゃダメ。わかった。いいカードが来ないな。3枚揃った。これはいいぞ。勝負だ。これで役できたのかな。勝負。あれ、私の勝ち？ロイヤルストレートフラッシュ？ロイヤル、それ何？おいおい、それないよ。大富豪。おお、やっといい手が来ただよ。よかっただなや。わっはっはっは。ご領主様。臣民たちよ、さあ我に税を納めよ。けー、お許しを。ならぬならぬ、これはいただいていくぞ。代わりにこれでも食らえ。あれにやり。ほれ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 、それを待ってたぜ。革命勃発。おお、あれ、やられた。革命万歳。わっほっほっは。え、臣民たちよ、さあ我に税を納めよう。またか。七並べ。七並べしよう。やろうやろう。やってあげてもいいよ。偉そう。じゃあカードを配るよ。僕からね。まずは7に続く6か8だ。出せないな。パス。僕もパス。私もパス。僕もパス。あー、もうパスできないや。負けだ。スペードの6止めてるの誰？負けた。はい、僕の勝ち。やっぱりこいつだったのか。スピード。スピードやるよ。やるやる。カードを配ります。つながる数字のカードを素早く出すんだよ。よし、やるぞ。じゃ、スタート。反射神経と瞬時の判断がものを言う白熱バトル。ほらほら、よそ見してると。あ、ずるーい。神経衰弱。
神経衰弱やろ。いいよ、僕たち一緒にやるから。大人対子供で対戦だ。よし、負けないよ。僕からね。違った。じゃあ私の番ね。まあ最初だからね。今度は私。まだまだ行くよ。もう覚えてない。ヒントありがとう。大人の記憶力をなめないで。ずるい。戦争。お互いカードを出し合って。大きい数のカードを出した方がカードを取る。とことんシンプルなトランプゲームだ。関係ないじゃん。たこ焼き。たこ焼き10個くださいな。毎度お気に。ほな自分で焼いてな。え、あんたらが焼くねん。たこ焼きどうやるの。この山札からカードを1枚引いて。トランプかい。引いたカードがエースから10だったら同じ番号の場札をひっくり返す。あ、たこ焼きみたい。ひっくり返してない番号だったらもう1個返せる。絵札が出たら外れで交代。相手より早く10個ひっくり返せたら勝ちか。へい、お待ち。たこ焼き10個300万円。なんでやねん。豚のしっぽ。変な名前。豚のしっぽってくるんって巻いてるでしょ。うん。このゲームではトランプを輪っかに並べるから。うんうん、それが豚の尻尾に似てるのよ。そっか。まず1枚カードを選んで場に置く。こうね。同じマークでなければ OK。 同じマークだと場のカードを全部押し付けられる。ブー。ゴルフ。まずは僕から。フェアウェイの真ん中に乗ったぞ。いい感じ。じゃあ次は私ね。うん、まあまあかな。この辺かな。
ああ、風に流された。私は風に気をつけて。やられた。ビリヤード。おしゃれな大人のスポーツね。白い手玉をついて番号順に穴に落としていくんだよ。やってみせて。オッケー。じゃあ僕から。やるわね。まあ、ブレイクショットはこんなもんさ。ああ、ダメか。ドンマイ、今度は私の番ね。手玉落としちゃった運が向いてきたかな。この角度なら、えい、おー、すごい。まあね、かっこいいとこ見せられてよかった。私にも教えて。任せなさい。ボーリング。ボーリングしよう。どうしたの？ボールが重いからやだ。なら大丈夫、ゲームだから関係ない。あ、そっか。じゃあやるやる、いくよ。おお、すごい。え？ちょっと、うますぎない？小さい頃、ちょっとね。あんた、いくつよ。ダーツ。惜しい。ちょっと待って、もう一回。今日は気分が乗らないな。的の真ん中に当たればいいんでしょ。私やる。目標に向かってまっすぐに。うん。投げるときは慎重に狙って。こう？やったー、簡単。うまいうまい。あなた、教えるのはうまいのね。あ、キャロム。キャロムはインド生まれのおはじきゲーム。穴に自分の色のコインを入れよう。ちょっとビリヤードみたいだね。これを弾くんだ。このラインの上から弾いてね。僕は白コインだね。じゃあ、いくよ。今度は私の番。この赤いの落としちゃっていいの？それはクイーンよ。最後のコインを落とすまでに落とさないとダメなんだよ。え、じゃあ落とさなきゃ。
やるじゃん。続けて自分のコインを落とせたらカバー成功だよ。よし、やるぞ。えい、わーい、入った、僕の勝ち。わー、おめでとう、やったね。ねえねえお姉さん、ん、よく見たらお姉さん一個も落としてないよね。バレたか。トイテニス。いくよ。はっ、ほっ、スマッシュ。やられた。気持ちいい。トイサッカー。最後に真ん中に近い方が勝ちよ。負けないよ。あ、ちょっと前塞がないでよ。狙い通りね。最後の一投まで気を抜かないことね。ぐんぬぬ、悔しい。トイボクシング。ジャブ、ジャブ、ガード。耐えて耐えて、とどめのストレート。ここだ。くはー、やった。トイベースボール。へいへい、いくぞ。もういっちょこい。いけ。イエーイ。お、音投げない。エアホッケー。説明いる？いらない。ホッケー台に顔を近づけると風が気持ちいい。そこ？さあみんなでスロットカーで遊ぶよ。やろうやろう。私もやる。スイッチを並べておくと長いコースが作れる。まずは一直線に4つつないでみようか。これを指でスライドさせると、ブレーキ勝負のオーバルコースの完成ね。僕にもやらせて。
どう並べてもいいんだよね。コーナー連続のテクニカルコースか。フィッシング。自然はいいね。そうね、癒されるね。あ、引いてるよ。来た。VS タンク。ラジコン戦車で一騎打ち。やる。撃て撃て。実は上にも撃てる。あ、ずるい。強力タンク。二人で協力して敵を倒そう。おお。うわ、こっちに撃ってきた。追いかけてくる。今助けるぞ。よし、その隙に後ろからこうだ。おお、やった、倒した。後当て。俺はスナイパー、狙った獲物は逃がさない。スナイパー失格だぜ。腕を磨いて出直すとするか。シックスボールパズル。いわゆる落ち物パズルね。同じ色のボールを6つくっつけると消えるよ。オーケー、上まで積み上がったら負けね。レディーゴー。行くぜ、大技。あ、いっぱい来た。やられた。どうだ、すごいだろう。うん、すっごく綺麗だった。そこ？スライドパズル。パネルをスライドさせると道がつながるんだ。で、亀がその道を進むんだね。よし、やってみよう。途中で宝石を取ったらポイントがもらえるんだ。見て見て。パネルは1枚ずつでもまとめてでも動かせるのよ。カメゆっくりだし楽勝じゃん。あ、やばい。あ、落っこっ
に早いんだ。麻雀ソリティア。同じ柄の麻雀牌を抜き取っていくゲームだよ。なるほど。例えばこれとこれは抜き取れるよ。なるほど。じゃあこれとこれは？それはダメ。え、なんで？左右どっちかが空いてないと取れないの。ちょっとこれをしてみて。あ、なるほど。暗くなったパイは取れないんだね。そうそう、便利でしょ。よし、やってみるか。クロンダイク。一人遊びソリティアの代表格だね。まずは数字のつながる場所へカードを移動させよう。赤と黒のカードを交互にしないとダメなのよね。場のカードを全部片付けたらゲームクリア。あー、すっきり。スパイダー。一人遊びソリティアの一つ、キングからエースまで数字をつなげた束を作る。動かせなくなったら山札を選ぶ。あれ、ちょっと難しい。あ、でもここをこうすれば。一度ハマると抜け出せない。ピアノ。って、ちょっとそれだけ？うん。何か説明してよ。これが発見で、これが黒剣で。もうええわ。